どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はボディーガードになっていきたいと思います。そして今回乗っていく車両はこちらのベントレーコンチネンタルスーパースポーツっていうね、3000万円超えのね、車で、こちらに行きたいと思います。ここで護衛の対象者が待ってるみたいです。じゃあ早速行きましょう。すげえな、この車、本当に。いやーすごい。ペイントはね、24金のペイントですげえお金持ち感が出てますね。おお、乗り方すげえな。扉開けないんだね。おお、すげえ。窓が上がったのが見えた。おおし、じゃあ行きましょうか。おお、すげえ。かっこいい。スピードも出るね。運転しやすい、この車。おお、高いビルに到着しました。さて、ここで待っておきましょうか、運転手として。え、僕がさ、この、こっち側に行かないといけないの？あ、この人みたいだね。いや、自分で歩いてきてよ、これぐらいの距離。すごいね。ということで、護衛しないといけないみたいだね。ちょっと待って。なんかやべえやつが来てるぞ。撃たれた！まずい、撃たれた！撃ってきた！やばい、逃げろ！やべえ。ちょ、手をだ、うわー、どいて。まずいまずい、これはまずいぞ。撃ってきてるぞこれ。ダメだ、まずい。逃げろ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 。すげえ、とんでもないやつだな。撃ちまくれ。この車防弾性能なんかないからね。一回警察署の近くに行こう。うわー、やばい。車動かなくなった。まずい、撃ちまくれー。生きてる、まだ生きてる。オッケー、死んだ。やべえな、本当に。ちょっと待って、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや、これ完全ぶっ壊れてるね。どうしよう、どの車使っていこう。オッケー、この車使おう、貸してもらおう。オッケー、急げ急げ急げ、乗ろう。勝手にこっちの車使わせてもらいます。で、そして行く場所はですね、ここみたいだったですね。あ、ここか、ここだね。 OK、 到着したよ。ここで待っとけって言われましたね。 OK、 降りとこう。あ、ミッションコンプリートだね、これで。いや、もう死ぬかと思った、命がけだよ。え、マジで言ってんの。なんか誘拐されて、なんかオイル工場のところになんか連れ込まれてるらしいですね。大丈夫です、助けに行きます。どんな遠いところであろうとも私は助けに行きますよ。うおー、やってもうた。嘘だろ。めっちゃぺちゃんこになったんだけど。どうやら着いたみたいだね。ここだね。 OK、 いいぞ。めっちゃいるやん、なんだこれ。ちょっと待って。え、これ敵なの？あ、いた！銃持ってるやつがいる、銃持ってるやついる。いるぞ、いるぞ。すげえ量だな。これ爆破できるの？いや、爆発できない。わー、倒せ！惜しいぞ、一人倒した。え？どこにいるんだろう？全然反撃もしてこないね。どういうこと？オッケー、倒した！一人倒したぞ。見づらい見づらい。そこだ！ぼやけてるけど見えるぞ。ぼやけてるけどそこにいるのはわかる。すげえ音がしてる。オッケー、二人倒した。いいぞ。どこ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 。あ、いた！奥にいる奥にいる。あ、そこにもいる。やばい！撃ちまくれ。オッケー、倒したよ。いいぞ。いや、怖いな、これ。よし、再び上に登って。あ、いる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 。何をしてる？うわぁ、当たらんかった。うわぁ、何これ？当たってなさすぎ。引き倒した。来てるぞ、来てるぞ。やばい！オッケー、倒した。やばい！めっちゃ撃ってきてる。オッケー、頭撃ち抜いた。すげぇ。頭を撃ち抜く。オッケーよ。まだいる、まだいる。おーし、いいぞ。すげえいるな、これ。おお、めっちゃ強そうな銃で撃ってる。
さて、あと一人だね。どっかにいるぞ、これ。誘拐するなんて許せん。一対一の戦いだ、出てこい。ここら辺にいるね。この裏にいるね。あ、見えた。顔が見えた。脳みそ見えたぞ。脳みそ頭見えたぞ。オッケー、倒した。助けて、VIP の人を助けて、安全な場所まで連れて行こう。この犬は大丈夫だね。どこにいるんだろう。こっから声聞こえるね。この近くから声聞こえる。あ、いた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 、発見した。よし、じゃあまず手錠解除しないといけないんだね。手錠解除して、あとはね、車をこっちまで持ってころう。犬の散歩してるよ。犬の散歩してるところじゃないよ、これ。よく見てよ。そこら辺に死体転がってるでしょ。もう VIP の人全然歩かない。ショットぐらい歩いてよ。はい、車持ってきましたよ。よし、この、わあ、すげえいいとこに住んでるね。タワーマンションに住んでるんだね。ここに送り届ければいいのかな。どっちだ、それともこっち。え、なにこれ、走ってる人いる。おー、オッケー。こっちのタワーマンションだったみたいだね。オッケー。なんかあんまりお金持ってなさそうなんだけどね。え、いいのこれ。すごいね、ボディーガード雇うってね。すげえよ。しかもこんなね、ロスサントスみたいな危ない国だったら、もう1時間雇うだけで何万円ってなりそうだね。なるべくね、襲撃を避けるためにスピードは出していきますんで、ご注意ください。赤信号も止まらないのでね、たまに警察に捕まりそうになった時もあるから。ただ運転が危なすぎる。なんか襲撃で死ぬより、なんか事故で死にそう。これはどこに行くんだ。なんかよくわからん、中途半端なとこに。遊園地に行くわけじゃなくて、こっち側、駐車場までね、着きました。ここで降りるの。おーし、いいね。え、いや、あっちに行かないといけないの。そこにね、駐車しろって書いてあるね。 OK、 着いたよ。で、ボートに行くの。え、マジか。ボートで遊ぶみたいだね。なんか VIP の人がね、楽しくなるまでボートで遊べみたいな感じで書いてあった。 OK、 じゃあ行きますか。ボートの運転をしないといけないんだね。よいしょ、すげえ。このボートのレンタル料もかなりするんじゃない。おーし、じゃあちょっと行きますか。おお、いいね、すげえスピード出てる。うわ、やばい。めっちゃ酔いそうなんだけど。おー、楽しいって。このバーが全部溜まったらね、オッケーみたいだね。いや、ボディーガードも大変だね。どこまで行きましょうか。あっち側まで行ってみましょうか。すげえ。あ、バー溜まり始めた。おー、かなり楽しんでくれてるみたいだね。100キロ出してるからね、それは楽しいだろうね。オーケー、いいぞ。マックスになったね。いや、めっちゃ楽しいって言ってる。おーし、じゃあちょっと車の場所まで戻りましょうか。いや、いいね、楽しい。我々のね、ボディーガード会社をね、選んでくれてありがとうございます。ちょっと最後にね、おまけとしてね、サービスさせていただきます。おお。はい、これが今のがサービスね。サービス料は無料なんで大丈夫です。あ、ひっくり返った。マジかよ。いや、どうですかこれ、溺れる体験です。これも無料サービスです。無料サービスの一環でクロールして向こうまで行きましょう。これちょっとぐらい運動しないとダメなんで、人間運動しないとね、体が衰えてしまうんで。いやー、本当にびしょ濡れになったわ。はい、乗って。じゃあ帰ろうか。おー、すげー。これも楽しいんじゃないでしょうか。どうですか、楽しんでくれてるっぽいね。あ、こっちだね。こっち、どっち。あ、上だったわ。うわ、なんだこれ。マジかよ。これは予想外。すげえことになった。やーべえ。びっくりした。
すげえ驚いた。助かった。大丈夫？あ、大丈夫そうだね。よかった。いや、死ぬかと思ってよ、本当に。すげえ。車頑丈でよかったよ、ほんと。この車めっちゃ頑丈だね、ほんとに。安全だわ。さすがベントレー。はい、到着しました。めっちゃびっくりしてる。まあ、ミッションコンプリートだね。はい。あー、すごすぎる。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。